はようございます。2021年 JB ひばらこ本日開幕戦だけど何戦目なんだこれ。大ガイドが延期とかになってるんでちょっと正確なのを忘れちゃいましたけど、とりあえず開幕です。はい、前日プラ1本しか釣ってませんが、やることは腹に決めてます。なわけで皆様さん頑張りますよ。はい、感染防止のあれで桟橋ミーティングです。あーす、はい、始まりました。2021年8月29日 JB ひばらこ開幕戦ですが第2戦です。1戦目は延期となっておりますね。この世の中のコロナ禍の中ね、選手たちは PCR 検査を受けたりね、感染防止等を取って、なんとか開催にこぎつけることができたわけなんですが、はい、この試合メガサブさん前日プラで1匹しか釣ってません。で、出た答えがもうシャローを巻くしかないね。ディープも釣れないことはないと思うんですけども、なんか今シーズンというかね、この前週チャプターからこのプロ戦でさらにプロ戦チャプターで4戦続くんですけども、まあちょっとねリセットするような練習に入れないっていうのと、例年のメガサブさんの大好きなディープが魚はいるんですが、何にせなんかねバイト遠すぎるんですよ。メガサブさん単純に下手くそなだけですけども、まあそういうこともあると、もうリズムが合わないんですよね。なのでこの日はもう腹くくりました。シャローも正直釣れるのかって言われたらね、3本釣るのが結構きついぐらいな状況だったんですよ。でももうこっちやるしかないなということで、メガサブさんはもうシャロースピナーベイト巻きまくりやってました。で朝一ね、皆さんは大好きなあそこの裏に入って巻いてて、もうそこそこ結構早い時間に1本取ったんですよ。でもちょっと待てと、お前さんスピナーベイトで釣れてくるサイズじゃないだろうね。でプロ戦はキーパー30センチなんですけど、あれちょっと微妙じゃねえってね、はい、27センチぐらいしかなかったです。ノンキーパーで、もうとりあえず投げて巻いて投げて巻いてみたいなね。で一通り流した後もうね、あともう巻く場所何箇所かしかないんですけど、とりあえずこれ前回のね思い出巡りじゃないですけど、一瞬だけ立ち寄ってタイミング合ってればすぐ釣れるだろうって、ほらすぐ釣れたよまたのんきーみたいなね。ねえ、まあこれはもうやるつもりなかったんで一瞬でやめたんですけども、今度はどんどん南に下りながらね、巻く場所を巻きまくりで、とあるここのね場所、実はね前日にいいラージを2本見つけてたんですけど、ただもう水深的にね結構きつい水深で、船入れちゃうと魚逃げるし入れないと届かないしと、ね、案の定船入れすぎてラージは逃げていきましたと。でそのねアウトサイドの 1.5 メートルから2メートルね、まあもちろん浅いとこも投げましたけど、だいたい 1.5 メートルぐらいをメインにして、またスピナーベイトね、ウィードの際だったり中だったり上だったり、もうとにかく投げまくりでね、まあ1本2本は出るだろうって踏んでたんですけども、なかなかバイトが遠くて、でもとりあえずここでもねかけるんですよ。かけるんですけど、挙句にこれラージなんですけど、おいちょっとあなたスピナベで釣れてくるサイズじゃないでしょ、まあ、ギリキーパーあるかなと思ったんですけど、一応キーパースケール乗せたら、あら 1.5 センチぐらい足りないよとね。何回も測った、何回もどんなに測ったって無理だよね、 1.5 センチ足りない。
全くもうラージなのにみたいな。結構ねちっちゃい割にはお腹パンパン、もう何回も測ってるでしょこれね、何回測ったってのんきだってね自分で分かってるんですけども、悔しくて何回も測ってました。でもうとりあえずまあのんきですけど、スピナーベイトに反応する魚もいるっていうことは分かってきたんで、もうやるしかねえと。だって体がディープにならないの、ディープのリズムがもう完全にできない体になってたんですよこの時。なのでもう巻くしかないということで、とりあえず投げまくり巻きまくり、ね、打ちまくり、ね、スピナーベイトでもこうなんかこうピッチング見だけして打つ投げ方する時もあるんですけど、とにかく投げた投げたんだけど、実はこの時メガサバタ左で巻いてますよね。普通巻き物右で巻く人なんですけど、なんかこの日左で巻いてました。ちょっとぎこちない巻き方してるんですけど、まあねとりあえずはもうこれしかないということで投げまくってました。まあエリアも何箇所覚えたらかなり乱眼して走りまくってます。でね、はい、この日唯一のキーパーなんですよこれ。ほらかけた瞬間、ほら来ただろ、キロあんじゃねえかと思って抜き上げと思ったか、あれそんな大きくねえぞみたいな。まあキーパーはありましたけど、700g にも及ばない。結局これ1本だけだったんですよ、メガサバタ。言っちゃったみたいな。結局これ1本だったんですよ。ね、680何グラムがこれ1本だけだったんですよ、結局。で、この後動画残り3分ぐらいありますけど、ね、皆さんも最後まで見てくださいね。これ1本だったんですけど、最後まで見てくださいよ。ね、お願いしますよ、本当に。ね、なわけで、もう、本当、これしかないんで、メガサバタ、とりあえず、なんせ投げた。ね、ほんで、いつも、さっきも言ったけど、いつも右巻きなの、左巻きで巻いてたもんだから、左手のね、人差し指のところに豆もできた。そのぐらい巻いた。でも、結局は、このパターンは、ね、間違いだったんですよ。ね、試合終わってから分かること、間違い、ね、奇跡も起きなければ、ね、いい感じで運が回ってくることもなければ、ね、まあそうですよね。前日結局シャローで巻いて釣ってないんですよ、ね、ディープでキャローで1匹釣った時、シャローはずーっと見て回って、正直さっき言ったラージを見ただけでそんなに魚も多くないなのにもかかわらず、ね、あげくにこれ天気いいでしょ、ね、なのにもかかわらずですよ、巻いてんですよ。しょうがないですよ、何にも手も足も出ない状態だったんですから、ね、まあこういうこともあるということですけど、ね、今回これ試合大失敗な試合ですよ。メガサバさん下手くそなだけですよ。でもこうやって一日をスピナーベイト巻き倒すことによってね、気づくこともあるんですよね。なので無駄だとは思ってません。1本しか釣れなかったけど無駄だとは思ってませんよ。本当悔しいですけど無駄だとは思ってない。てか無駄にならないようにって自分に言い聞かせております。何気に釣れてるじゃん。50本です。いやーきつかった。スピナベ巻き倒しちゃったよ結局。ディープやってもなんか自分には釣れるしなかったんだ。スピナビやりまくりました。一本飯でも食うべきでした。煮おろし冷やしぶっかけそば、このパターンした人1本だよ。ありえねえよ、目を疑っちゃったよ自分。
ピコン。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら、ね、気になる動画はこちら、ね、よかったらチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。